メルセデス・ベンツ GLK クラス。メルセデス・ベンツ GLK クラス。GLK クラスは、ドイツの自動車メーカーであるダイムラーが生産し、同社がメルセデス・ベンツブランドで販売していた SUV である。2015年から日本仕様は2016年より、後継モデル GLC クラスにバトンタッチされ、一台限りで消滅した。社名から示すように GL クラスの K 短いを意味する、ドイツ語、カーズ、クルツの頭文字から取られた、よりコンパクトな SUV として、安価な価格を好む購買層をターゲットとしている。なお、車体中央にあるトランスファーから前輪を駆動する、ドライブシャフトが右側に設置されていたため、右ハンドル仕様が作れず左ハンドル仕様のみ、生産されている車種であった。従って、イギリスやオーストラリアなど、 日本以外の左側通行諸国では販売されていない。日本では唯一販売されているものの、右ハンドル仕様がないことがわざいし、競合車種の BMW X3 やアウディ Q5 と比べて、販売面においてもかなり苦戦している。2008年10月24日日本での販売開始。ラインナップは GLK304 マチックのみとなる。 国米での価格は3万から3万5千ドル。2010年3月3日から一部改良。フロントバンパー内に LED ドライビングライトを追加するとともに、従来のフォグランプ機能をヘッドライトユニットに集約。エアバッグには、側面衝突の際、運転席、助手席の乗員の胴や骨盤周辺にかかる負担を軽減する SRS ペルビスバッグを追加し、 全11個に。また、本革巻きステアリングの素材を、ナッパレザーに変更し、座席とラゲージスペースを区切ることで、衝突の際、荷物が乗員へ衝突するのを防ぐ、折りたたみ式のセーフティネットを追加した。2011年12月12日、GLK304 マチックの装備内容を、厳選したことで、同グレードよりも、車両本体価格を76万円安く設定した。 エントリーグレード GLK304 マチックライト599万円を追加。なお、11個の SRS やバック類や ESP、HDD ナビゲーション付きコマンドシステムはそのまま装備される。2012年7月4日、マイナーチェンジ。ラインナップは前期型の GLK304 マチックライトと同価格に設定した GLK354 マチックブルーフィシャンシーのみのモノグレード体型に変更。フロントデザインはこう描く LED ポジショニングライトが特徴的なヘッドライトユニット、大型フロントグリル、クロームアンダーガードなどを採用。インテリアはトリムパネルを拡大しメーターパネル中央部にカラーディスプレイを採用。また、 従来のフロアシフトに変え、ステアリングコラム右側に配した電子セレクターレバーとステアリンに組み込まれたパドルシフトにより指先だけでギア切り替えができるダイレクトセレクト、ダイレクトセレクトを採用し、操作性を向上。エンジンは3.5リットル V6 直噴エンジンを新たに導入し、動力性能を高めるとともに、高効率7速 AT、7G、トラーノックプラスヤエコ。 スタートストップ機能、アイドリングストップ機能の採用により燃費も向上。アテンションアシストやアダプティブハイビームアシストなどの先進の安全装備や最新型コマンドシステムを装備する。またパッケージオプションとして AMG スポーツパッケージや AMG エクスクルーシブパッケージが設定された。2013年7月31日特別使用車 GLK354 マチックエディションシュワルツを発売、100台限定販売。ボディカラーに、オブシディアンブラック、専用20インチ AMG ゴツイン、スポークアルミホイールハイグロスブラックペイントをそれぞれ採用し、内装もブラックアッシュとトリムが映える漆黒のレザー、アルタコ、ディニーマカを採用するなど、ドイツ語で黒を意味する、シュワルツ。 シュブルツの名にふさわしく内外装をブラックで統一した。さらに装備内容も充実しており、通常はオプション設定となっている AMG スポーツパッケージ、ラバースタッド付けステンレス製、ランニングボード、全席メモリーパワーシートや EG エントリー、ステアリングなどで構成されるメモリーパッケージを標準装備したほか、GLK クラスでは初となる5つのミリ波、 レーダーセンサーと一つのカメラを用いて前方や左右後方の車両との衝突の危険を低減し安全運転をサポートするレーダーセーフティパッケージも標準備した。投資家のジム・ロジャーズは自身の冒険旅行用に G クラスと SLK クラスを合体させた改造車を作り GLK と呼んでいた。ただしメルセデス・ベンツが改造をしたものではなく メルセデスベンツの GLK とは全く関係がない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。